ひらで震えた。それが小さな勇気になっていたんだ。絵文字は苦手だった。だけど君からだったらワクワクしちゃう。返事はすぐにしちゃダメだって誰かに聞いたことあるけど、駆け引きなんてできないの。好きなのよ、ああああ、恋しちゃったんだ。多分気づいてないでしょ。来る君へのメッセージ。桜が咲いている。この部屋から見えてる景色を全部。世界と10秒取り替えてもらうより、ほんの一行でも構わないんだ。君からの言葉が欲しいんだ。嘘でも信じ続けられるの、好きだから。しちゃったんだ。多分気づいてないでしょ。星の夜願い込めて、チェリー指先で送る君へのメッセージ。甘くなる果実がいい。多分気づいてないでしょう。